チョコエッグのね、ピクサー5、ワンボックス購入してきました。10個ですね。本当はね、10個こうやって買うのはあんまり自分的には全然おすすめな買い方ではないんですけども、っていうのもね、10個でね、こう買うとね、絶対ダブるんだよね。わざとかっていうぐらい、結構ね、ダブり率が高くって、あんまりね、おすすめはできない買い方なんですけども、もう10個選んでね、持ってくのもめんどくさいと思って、今回は、これごともう掴んでレジに持ってっちゃいました。はい、では早速ね、開けていきたいと思います。おー、創刊ですね、10個。10月から増税ということですが、皆さんはね、何か買い替えたりしたんでしょうか。自分はね、1個、今のところ1個ね、買い替えてました。それはね、冷蔵庫です。冷蔵庫ね、ずっとね、一人暮らし用のね、冷蔵庫使ってたんだけど、もう結構自炊するようになってから、一人暮らし用の2つのドアの、なんていうの、冷蔵庫だけではもうちょっと足りないということで、3人向け家族用みたいなやつを購入しました。もう正直いろいろ調べて、家電のね、そういうお店とかも見に行って、この最近の土日はいろいろ見てたんですけども、まあなんかこれっていうのがあんまりなくてね、で、値段で決めちゃっていいのかなと思いつつも、やっぱりね、ずっと使うものだし、ほぼ毎日使うものだから、やっぱり自分の気に入るものをね、買いたいと思って、見てて、で、やっとね、昨日ね、見つけたんですよ。あ、これならいいかもっていうのを。なのでね、もうそれにすることにしまして、ネット上の評判はね、1件しかないね、冷蔵庫で、日本製じゃないんですよ。国産のメーカーじゃなくて、パナソニックとか三菱とかじゃないから、正直、まあ、買ってる人も少ないのかもしれないね。ハイアールっていう会社の商品のアクアっていう冷蔵庫なんですけど、なんか、見た目が一番自分的にこれだったらいいやっていう感じのものだったんですよね。で、今置いてるところのね、冷蔵庫のところにも、スペース的にはまあ、なんとか置けるだろうということで、サイズにしました。本当はね、もっとすごい大きいやつ、せっかくだったら買っちゃいたいと思ったんだけど、まあ、金額もそうだけど、ちょっとサイズがでかすぎて、さすがにね、そこまではね、でかいのはいらないだろうって思って、2人用ですね。あ、違う、2、3人用か。の、でもそれでも結構でかめ、自分の身長よりちょっと大きい感じの、180センチくらいの高さの冷蔵庫なんで、まあまあ大きいですよね。なので、今まで上にね、電子レンジ置いてたんですけど、それがね、置けなくなるので、電子レンジをどこに持っていこうかなっていうのを考えています。それとあとね、もう一個買おうと思ってるのがあって、それは、すげえ割れ方したな。食洗機ですね。やっぱもう手洗いずっとしてるんですけども、今は。もう10分なり20分なり、まあ多いと20分ぐらいかかっちゃうんですよ。手洗いって。どうしてもこう、で、シンクもパンパンになるしですぐに。やっぱ食洗機はね、必要かなと思って買うことにしました。で、食洗機はね、まだ選んでる途中なんですけども、思ったよりね、工事代が高そうっていうのもあって、タンク式のもの、水を外部からこう、入れるものっていうのかな。水のタンクが、なんか、くっついてるのがあるんですよ、食洗機に。だから工事がいりませんってやつがいいかもと思って見てるんだけど、ちょっとね、それもね、思ってたよりにサイズが大きかったので、置く場所がないと思ってね、今それにするか、パナソニックの、なんか、1人用みたいなやつがあるんですけど、それにしようかすごい悩んでます。パナソニックのさ、その1人用のやつはいい部分ももちろんあるんだけど、そのサイズ的には。でもそうなるとね、小さすぎてほぼほぼ入らんっていう。で、パナソニックの方はその工事が必要なんですよ。で、工事必要だったら、せっかくだったらさ、高いいいやつ買った方がいいよねとも思っちゃって、どっちにしようか今悩んでいます。金額的にはそのタンクがついてる方がすごく、まあ、安いって言ってもそこまで安いわけじゃないんで、食洗機ってあんまりないんですね。なんか結構大きい電気屋さん回ってみても、なんかあんまり売ってなくって、本当にパナソニックのものしか置いてないじゃんみたいな。今なんかすごいさ、いい感じのおしゃれなやつが出ててさ、タッチパネル式みたいになってたりとか、ああいいなとは思うんだけど、高いんだよね。10万超えるんだよね。それはちょっと、そこまでの量はないからいいかなっては思うけど、鍋もね、一緒に洗えちゃったり、フライパンも一緒に洗えたりするのはとってもいいかもしれないね。チョコエッグはさ、200円じゃん。高いよね。高くなったよねっていうか、値上げしたよね。でもね、自分が買ってるね、とこだとね、ちょっと安いんですよ。なんか、何店舗か回ってみて、一番安いとこで買ってるんですけど、多分ネットとかで買うと多分ね、同じ値段になっちゃうと思うんですけど、どこで買っても。店舗だとね、割とね、安めに売ってるとこもあって、自分はよく近くの薬局で買っています。
1個ね、だいたいね168円とかで、1個税込みで182円とかだったかな。そんな感じの値段だったような気がします。結構ね、いいよね、値段的には。200円と思ってたのが200円以下で買えるっていうのはちょっとポイント高いと思って、よくね自分はそこで買ってます。まあ、たまにね、新作のチョコレート置いてないとことかもこともあるんですよ。あ、このシリーズは仕入れないんだみたいな。はい、やっとね10個がこうカプセルの状態になりました。こっちの端っこからやっていこうかな。はい、1個目は何が出るでしょうか。パカッと開けて、おっと、バズですね。やった、持ってないやつが来ました。トイストーリー組ですね。バズライトイヤー、前回ウッディかな、当たって、今回はバズが当たるっていう、すごくねラッキーでした。まあ前回はねあんまラッキーじゃなかったんだけどね。前回っていうか1個目の動画の時はダブりがあったから、しかも3つぐらいダブったよね。だからちょっとがっかりしてたんだけどね、今回はこんな感じで。おー、バズいいね。バズも上半身だけですね。今回狙いとしてはね、54番のダッキー&バニーと、58番のヘクター、前回ミゲルをねゲットしたんですよ。あとこのデラクルスもゲットしたので、あとねこいつが揃えばね、リメンバーミー組は OK で、あとはね、マイクでしょ。前回サリーねゲットできたから、マイク、あとロスもね1個ぐらい欲しいな。こいつハズレっぽいからいっぱい来そうだなと思ってたんだけどね、なんか全然出なかったね前回は。思ったよりクオリティは高い、いい感じじゃない。ボタンを押そうとしている。おっと、ダブリです。残念、ウッディだ。主人公がまあ出たということで喜ばしいことかもしれないけど、ちょっとねダブリは今はいらないんですよまだ。はい、で3つめ、お、全然これは音がしません。パンパンに詰まってるタイプかな。さて次は、よいしょ、うわ、お、サリーか。うわ、ダブリじゃん。しかもバズ、ちょっとダブリすぎじゃないか。待て待て待て、はい、次は違うの来てほしいな。はい、せーの、パッと、あー、またこれはダブリ。嘘でしょ、前回出たやつですねこれ、クルーズラミレスだっけ。マジか。せーの、パッと開けて、デューク・カブーン。あー、これも前回出たやつ。マジか、やばい、今回出るのがないかもしんない。いいやつが出ないです。せめてダッキー&バニー来てほしい、ほんと。次は、あ、ちょっと今へこんでる。せーの、パカッと、おっと、にも、くそー、マジかよ。いや、今回マジでダブリ時刻じゃん。こんなことってある、やばいねマジで。はい、ラスト3つです。せーの、パコッと、お、ボーピープ。あんまり狙いではなかったが、ボーピープ、新規のね新しい子が来ました。よし、組み立てよう。ボーピープは割とデカめですね、サイズが。こんな感じで、バズと比べるとだいぶでけえ。バズがちっちゃいのか。バズがちっちゃいんだよな。だってさ、ルーティーも割とでかかったよね。はい、ボーピープ2つ目。いや、今回さ、こんだけ開封して、あともう残り2個なんですが、残り2個でこの結果よ。やばいねマジで。あ、いや、お願い来てほしいマジで、パカッと。あー、くそー、もうなんだよ、帽子で分かってしまう。ウッディですね。ウッディいらんよもう。ちょっとこれ本当にさ、あれだね、言ってた通りになっ てちょっと嫌なんだけど。はい、お次はラストは違うやつが出てほしいと思ってるけど、どうでしょうか。せーのっと、違うの来たけど、そんなに狙いではないね。ラストがカーズですね。カーズの、主人公ライトニングマックイーン、トロフィー付きのやつですね。わかんないんだけどさ、1作目2作目ぐらいまでっていうかさ、ライトニングマックイーンって赤くなかった？色替えすんの途中で。こんな色だったっけ？同じように曲がってんだ。で、トロフィーがついてます。トロフィーはね、形が違うんだね。いい感じ。なんか文字書いてある。ピストンカップって書いてあるのかな？合ってるかな？ピストンカップって書いてあるね。なんか、思ったよりもトロフィーのクオリティが高えな。今回は、ほぼほぼ被りというね。ちょっと惨敗に終わってしまったんですが、マジか、こんなに結果が悪いとはちょっと想像しなかったので、だいぶショックですね。はい、ということでね、今回はちょっとこんな結果で残念ですが、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。